後継者偶然にも注意テオデュールの属していた連隊がパリに駐屯することとなったその後期はジルノルマンをばに第二の公安を与えた最初彼女はテオデュールにマリウスを監視させようとしたのであったが今度はテオデュールにマリウスの後を継がせようと図ったとにかく 家の中に青年の面影が欲しいと祖父が漠然と感じているに違いない場合なので青年というわけものは廃山の老人にとっては往々快いものである別のマリウスを見いだすのに好都合だった叔母は考えた何書物の中で見当たる語色のようなものさマリウスというのをテオドュールと読めばよい孫にあたる老いは 直接の孫と大差はない。弁護士がいないので早期兵を入れるわけであるある日の朝ジル・ノルマン氏が「コティディエンヌ氏か何かを読んでいた時娘は入ってきて一番優しい声で彼に言った自分が目をかけてやっているものに関することだったから「お父さん今朝テオデュールがご挨拶に参ることになっています誰だテオデュールとは」 「あなたの老いの子ですよ。あ」あ、と祖父は言ったそれから彼はまた読み始めて「テオデュール」とか「なんとかいうその「甥」のことはもう頭にしていなかったそして物を読むときにはほとんどいつものことだったがその時もやがて興奮しだした彼が手にしていた新聞か何かは元より応答のものだったことはわかりきっているが それが少しも筆を和らげないで当時のパリに毎日のように起こっていたある小事件の一つが翌日起こることを報じていた法律学校と医学校との学生が正午にパンテオンの広場に集まることになっている表議するためにそれは一つの時事問題に関することだったすなわち国民軍の砲兵に関することで ルルーブル宮殿の中庭に据えられた大砲について陸軍大臣と市民軍の間に起こった論争に関してだった学生らはそのことを評議することになっていたそれだけですでにジルノルマン氏の胸をいっぱい膨れさすには十分だった彼はマリウスのことを考えたマリウスも学生であって多分他の者のと同じく 正午にパンテオンの広場に評議しに行くであろう彼がそういうつらい考えにふけっている時注意のテオデュールは平服を着て平服を着たのは上手なやり方だったジルノルマン城に用心深く導かれてそこに入ってきた総期兵はこんなふうに考えていた「この眼光親やじも財産をそっくり終身年金に入れたわけでもあるまい。 金になるなら時々は人民服を着るのもいい。ジルノルマン城は高い声で父に言った。「甥の子のテオデュールです。」。そして低い声で注意に言った。「何でも賛成するんですよ。」。そして彼女は部屋を出て行った。注意はそんな几帳面な会見にはあまり慣れていなかったので多分おぞおぞとつぶやいた。 おじさま、こんにちはそして軍隊式敬礼の無意識的な機械的な型を普通の敬礼の型に崩した中間のお辞儀をした「ああお前かよく来たまあ座るがいい」と祖父は言ったしかしそう言ったばかりで彼はすっかり早期兵のことを忘れてしまったテオデュールは座ったがジルノルマン氏は立ち上がった ジルノルマン氏は両手をポケットに突っ込んで部屋をあちらこちら歩き出し2つの内隠しの中に入れていた2つの時計を年老いた震える指先でいじりながら声高にしゃべり出した「花ったらしどもがパンテオンの広場に集まる」「バカな」「昨日まで乳母がついていた小僧のくせに鼻を吸ったら父が出ようというやっ子どもが」 それで明日正午に議する。こんなありさまでどうなるんだどうなるんだ世は真っ暗闇になるのは分かりきっているシャツなしどもかっこ革命共和党のおかげでこんなことになるんだ死の砲兵、死の砲兵のことを表議する国民軍の大砲の音についてはばかりもなく外に出てきてガヤガヤしとるとは しかもどんな奴らが集まろうというのか。ジャコバン主義、かっこ過激民主主義がどんなところに落ち着くか見るがいい。わしは何でもかける。百万円でもかける。そして断言するんだ。そんなところへ行く奴は罪人か善か者ばかりだ。共和党に囚人、いい取り組みだ。カルノは言った。わしにどうしろというのか、反逆人目が。 フーシェは答えた。勝手にしろバカ者そういうのが共和党の常だ「ごもっともです」とテオデュールは言ったジル・ノルマン氏は少し頭を振り向けてテオデュールを見そしてまた言い続けた「この恥知らずめが秘密結社のちに入ったのは思っても尺に触るなぜ貴様は家を出て行ったんだ共和党になるためかバカ」 第一、人民は共和なんか望んでいない望んでいないんだ人民は良識を持っている常に国王があったこと常に国王があるべきことを知ってる人民は要するに人民に過ぎないことを知ってる共和なんかは馬鹿にしているんだ分かったかグズメがそんな村家は呪うべきだデュシーヌ氏かっこ役者中革命時代の過激なる新聞 に惚れ込み、断頭に色目を使い、1793年の舞台裏で小歌を歌いギターを弾くとは、唾を吐きかけても足りん。それほど今の若者ならばかだ。みなそうだ。ひ人としていい奴はいない。街に流れてる空気を吸えば、それでもう気が狂ってしまう。19世紀は毒だ。どのイったずらっ子も、少しばかりヤギのような髭が生え出すと、 一角物が分かった気になって古い身内の物を捨ててしまう何かといえば共和だのロマンティックだのという一体ロマンティックとは何だ説明してもらいたいもんだ馬鹿げきったことばかりじゃないかエルナニがあったのは1年前だかっこ役者中本書の作者ユーゴンの戯曲で1830年 その第一回講演はロマンティック運動のエポックメイキングのものとせられるところでその「エルナニ」とはどういうものか少し聞きたいもんだアンチテーズだけだ胸糞が悪くなるようなものだけだフランス語とさえも言えないものだそれからまたルーブルの中庭に大砲を据えるなどということをする そういういことばかりが今の時代のブライカンどもの仕業じゃないかおじさまの説はもっともですとテオドュールは言ったジルノルマン氏は続けたミュージェムの中庭に大砲を据えるそれは一体何のためだ大砲をどうするつもりかベルベデールのアポロンに三段を浴びせるつもりか弾薬のとメディチのヴィーナスと何の関係がある 今時の青年は皆手がつけられないやつらばかりだ。バンジャマン・コンスタンかっこ役者中自由派の首領。なんかなんとくだらないやつだ。皆悪党でなければバカだ。わざわざ醜い封をし汚い服を着け女と見れば怖がり娘っ子の周りに小じきのような様子をして下女どもから笑われる。恋愛にまでビクビクしている哀れなやつらだ。 醜いゆえに愚かだティエルスランやポティエ式の地口を繰り返し袋のような上着馬蹄のような直棄粗末な麻のシャツ粗末な羅ャのズボン粗末な革の靴そして吹けば飛ぶようなことをしゃべり散らしてるそういう偏見で破れ靴の底でも縫うがいいしかもそのバカな小僧子供が政治上の意見を持っているというのか。 奴らが政治に口を出すことは厳重に禁じなければいかん。遺説を立て社会を改造し王政を覆しあらゆる法律を打ち倒し穴蔵と屋根部屋等をあべこべにし門番と国王等を置き換えヨーロッパ中をかき回し世界を立て直しそして洗濯女どもが車に乗るとき、横目でその足を覗いて喜んで嫌がる「ああマリウスけしからんやつだ。 台道で怒鳴り立て議論し討論し手段を講ずるやつらはそれを手段というああ同じ敏乱でも今は小さくなってひよっこになってしまっている私は昔は混沌界を見たが今はただ泥のあぶくだけだ学校の生徒が国民軍のことを評議するなどとはオジブワやカドダーシュなんかの化け物のうちにも見られないことだ 羽つきの羽のようなものを頭にかぶり手にこん棒を持って真っ裸で歩く変人もこの特業士どもほどひどくはないトロに足らぬ小猿のくせに尊大で傲慢で協議したり理屈をこね回したりするもう世は末だこの水陸の惨めな地球も確かにもう終わりだ最後の尺利がいるんならフランスは今それをしているところだ 表議するならろヤクザものめオデオンの教老で新聞なんか読むからそういうことになるんだ一数の金を出してそれでもうやれ見識だの知力だの心だの魂だの精神だのが出来上がるそして出てくると家の中で威張り散らす新聞というものは疫病神だどれもそうだ泥棒ブランシンにしたって記者のマルタンビルはジャコバン党だった。 ああ、貴様は祖父を絶望させて得意になっているんだろう貴様はその通りですとテオデュールは言ったそしてジルノルマン氏が息をついている間に乗じて早期兵は厳かに言い添えた「新聞は機関新聞だけにし書物は軍事年俸だけにするがよろしいんです」ジルノルマン氏は言い続けた「シエイエスのようなものだ」 国王を殺しやつら,らの終わりはいつもそうだ存在ないやしい言葉を使いながらついには伯爵殿と言われるようになろうというわけだ腕のようにずぶとい伯爵殿だ9月1892年の虐殺者どもだ鉄人シエイエスだ在いに私はそういう鉄人どもをティボリの道家見せ物ほどにも尊敬しない 上院議員らがバチのついた紫ビロードのマントを着、アン里四世式の帽子をかぶってマラケーカシを通るのをある日私は見たことがある胸クソが悪くなるような様子をしていたちょうど虎に従う猿のようだ「市民諸君私は断言する君らの言う進歩は狂乱である君らの人類は幻である君らの革命は罪悪である」。 君らの共和は怪物である。君らの言う純潔なる若きフランスは遊女屋から出てくるものだ。私はそれを主張する。よし君らが何であろうとも、新聞記者であり、経済学者であり、法律家であろうとも、また君らが断頭大の刃よりもよく自由平等博愛を知っていようとも、私は断じてそう言うのだ。我が敬愛なる諸君。 しかりと注意は叫んだまったくそのとおりです。ジェルノルマン氏はやりかけた手まねをやめてぐるりと振り向き早期兵テオデュールの顔をじっと見つめそして言った「お前はバカだ」。第六編「良政の開口」。1あだ名仮名の由来。 当時のマリウスは中世の美しい青年で真っ黒な濃い髪高い利髪らしい額打ち開いた熱情的な小鼻真面目な落ち着いた様子そしてその顔にはほこらかで思索的で純白な言い知れぬ趣が漂っていたその横顔は線に丸みがあるとともにまた原稿たるところがあって アルザス及びローレーヌを通じてフランス人の要望のうちに入ってきたゼルマン式の優しみがありロマン種族中にあって古ゼルマン族の特徴となり獅子族と和紙族とを区別せしむるあの両角の皆無さを備えていた頭を使う人の精神がほとんど当分に深さと無邪気さとを有する頃の年配に彼もちょうど属していた。 大事の場合に際してはあたかも愚どなるかのように思われることもありまた一転して崇高なる趣にもなったその態度は内気で冷ややかで丁寧で控えめであった唇は極めて赤く歯は極めて白くいかにも魅力ある口だったのでそのほほ笑みは要望の有する厳格さを償ってあまりあった そそのの成成長ななな額とと快楽的な微笑とは、はある時には不思議な対象を成した。目は小さかったが目つきは大きかった最も窮帽していた頃若い娘らがよく自分の後ろを振り返ってみるのに彼は気づいたそして心の内にヒヤリとして逃げ出すか身を隠,し隠すかした きっっっとと自分のの古いい服を見て笑って笑るのだと彼は思った。しかし事実は彼の様子のいいのを彼女らは見て憧れているのであった彼と通りがかりのきれいな娘らとの間のそういう暗黙の誤解から彼は妙にかくなになったあらゆる女の前から逃げ出したので結局彼はいずれの女かを選んでそれに近寄ろうとすることをしなかった かくて彼はこれと定まりのないクール・フェーラックの言葉に従えば開けない生活をしていたのである。クール・フェーラックはまた彼に言った。そう成人ブローとするなよ。かっこ彼らは隔てのない言葉を使っていた。隔てのない言葉を使うのは青年の友情の特質である。かっこ閉じ。まあ僕の忠告でも聞けよ。 そんなに書物ばかり読まないで少しは女でも見てみろ娘っ子も何かのためにはなるぜマリウス逃げ出したり顔を赤くしたりしているとバカになっちまうぜまたある時クール・フェイラックはマリウスに出会っていった「やあこんにちは牧師さん」クール・フェイラックにそういう類のことを言われるとその1週間ほどの間マリウスはロークを問わず 一切女というものを前よりも一層避けおまけにクールフェイラックをも避けたしかしながら広大な天地の間にはマリウスが逃げもしなければ恐れもしない2人の女がいた実を言うとそれでも女だと言われたら彼は非常に驚いたかもしれない一人は彼の部屋を掃除してくれるひげの映えたばあさんだったクールフェイラックをして 女中がひげを生やしているのを見てマリウスは自分のひげを生やさないんだと言わしめたそのばあさんだったもう一人はある小娘で彼はそれにしばしば出会ったがよく目を留めても見なかったもう一年以上も前からマリウスはリュクサンブールの縁のある寂しい道でペピニエールの胸壁に沿った道で一人の男とごく若い娘とを見かけた。 2人はウエスト街の方に寄った最も寂しい道の片端にいつも同じベンチの上に並んで腰掛けていた自分の心の内に目を向けて散歩している人によくあるように別に何の気もなくほとんど毎日のようにマリウスはその道に歩み込んだそしてはいつもそこに2人を見いだした男は60歳くらいかと思われ悲しそうな真面目な顔つきをしていて 色の軍人かとも見える頑丈な、しかも疲れきった様子をしていたもし勲章でもかけていたら元は将校だなとマリウスに思わしたかもしれない親切そうではあるがどこか近寄りがたいところがあって決して人に視線を合わせることをしなかった青いズボンと青いフロックとをつけいつも新しく見える広い縁の帽子をかぶり 黒い襟飾りをし真っ白ではあるが粗末な麻のちょうどクエーカーシュートのようなシャツを着ていたある日一人の浮気女工がそのそばを通って「切綺麗な独り者だこと」と言った頭髪は真っ白だった彼に連れられてきて二人で自分のものと決めたようなそのベンチに初めて腰掛けた時娘の方はまだ13子であって 醜いまでに痩せておりぎこちなく別に取りどころもなかったが目だけはやがてかなり美しくなりそうな様子だったけれどもただ不快に思われるほどの厚かましさでいつもその目を上げていた修道院の寄宿生に見,える,見るような同時に年寄りらしいまた子供らしい服装をして黒いメリの羅舎のまずい仕立て方の弔意をつけていた。 まだそう老人とも言えぬその年取った男とまだ一人前になっていないその小娘とにマリウスは2、3日気を止めたがそれからもう何らの注意も払わなかった彼らの方でもマリウスに気づいているふうはなかったいつも穏やかな平和の様子で互いに何か話していた娘の方は絶えず快活に口を聞いていた 老人の方は口数が少なく、時々何とも言えぬ親愛さを目の中にたたえて娘を見合っていた。マリウスはいつしか機械的にその道に歩み込む癖になっていた。そしていつもそこで彼らに出会った。そのありさまは次のようである。マリウスはその道を通りかかる時、 いつも好んで彼らのベンチがある方とは反対の端からやっていった。そしてずっと道をたどって行き、二人の前を通り、それから後帰ってやってきた甲の端まで戻り、それからまた新たに同じことを始めるのだった。彼は散歩のうちにその往復を五六回も続け、また一週間のうちにそういう散歩を五六回はしたが、それでも、 彼らとは挨拶をも交わさなかった。ところがその男と娘とは人の目を避けてるらしかったけれどもいや反対に人の目を避けてたがために学校の帰りや玉突きの帰りなどに時々ペピニエールの周りを散歩する五六人の学生から自然に注意されるようになった玉突きの方の仲間であったクール・フェーラックも 2人の姿を認めたが娘がきれいでないのを見てすぐにわざとそれを避けるようにしたそして彼はパルト人のように逃げながら2人にあだ名の槍を投げつけてしまった娘の弔いと老人の頭髪とが特に目についたので娘をラノワール黒、ジョーと呼び父をルブラン白、シと呼んだ。 もとより2人の身の上を知っているものはなく名が分からなかったので右のあだ名が一般に通用することになった学生らは言った「ああルブラン氏がベンチに来てる」そしてマリウスも他の者らと同じく便宜上その知らない人をルブラン氏と呼んでいた我々もまた学生らと同じようにたやすく話を進めるために 彼をルブラン氏とと呼ぶことにしよう。かくて最初の1年間マリウスはほとんど毎日決まった時間に彼らの姿を見た彼にとっては老人の方は多少好ましかったが娘の方は一向面白くもなかった。